エネルギー基本計画の見直しに向け、経済産業省は2050年に再生可能エネルギーを50から 60% にすることを目安として議論する方針を決めました。経産省は3年ごとに国のエネルギー政策の方向性を示すエネルギー基本計画の見直しを進めています。現在の計画では2030年の電源構成として再エネを22から24% 導入することを目指していますが、拡大を目指すため2050年に50から 60% を目安に議論していく方針を決めました。残りは火力と二酸化炭素を再利用する技術を組み合わせたり、原子力などで30から 40%、水素などで 10% としています。今後、電力の使用量や技術開発の段階などを考慮した複数のシナリオを作り、検証していく方向です。